ご飯を炊くとても重要なコツがあるそうなんで、米粒の表面についている小ぬかをさっと洗い落とすだけなんで、シャッ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 シャーでいいです。ほぐすときは優しくホロホロ崩しながら全部の粒に空気を触れさせてあげるようにほぐしてあげるんです。ご飯を取るときはこの指でほぐしながら取ってください。入れたものをこうほぐすようにして平らにします、はい、これねこうやってやるとちょっと透けて見えるぐらいの感じになる。手間暇かけてですね作ったお米を今ここで炊きました。ご飯をおにぎりにしたいと思っております。このご飯を炊くとても重要なコツがあるそうなんでご説明していただきたいと思います。どうぞ。はい、お米を洗うときはもうシャッ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 とほんの米粒の表面についている小ぬかをさっと洗い落とすだけなんで、ギュッギュッと米を押さずにもうシャッ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 でいいんですよ。なるほど。だから濡らしてシャッシャッシャッとやって3回すすいで、もう洗米はそれで OK です。今度水に浸します。はい、で1時間水に浸すと米粒 の、 芯まで水が染みますんで、1時間経ったら今度ザル揚げをします。水からねお米を揚げてやって、そうすると米の粒の芯と外側の水分が均一になるんですよね。均等になったものを一気に炊飯器で炊き上げると全体がふわっと膨らみます。なるほど。この炊き上がってからもまたポイントで、ほぐし、この炊飯器を開けるとご飯粒がふわっと立ち上がりますよね。これって米が膨らむってことなんですよ。全部の粒に空気を触れさせてあげると全部の粒が膨らむんですよ。ほぐすときは優しくホロホロ崩しながら全部の粒に空気を触れさせてあげるようにほぐしてあげるんです。はい、わかりました。はい、うわーすごい。おー、立ち始めましたね。じゃあまずね、はい、これをバッテンに切ります。なるほど。そしてこれ一つをねこう持ち上げて、これを優しくホロホロ崩しながら、全部の粒に空気を触れさせてあげるんですよ。なるほど。混ぜるのはダメ。ご飯の粒を傷つけないようにホロホロ崩すだけです。ご飯一粒一粒をバラバラにするっていうことですね。ここがポイントだ。お米を作るのに土を直すところから考えると、もう10年以上かけて土を直して、そしてこのお米を育てているのに、この炊飯のほんの何分の手間を省くだけで台無しになっちゃうこともあるんですよね。皆さん手抜きはダメですよご飯はねこうやって空気に触れてから、さらに10分ぐらい膨らみ続けますんで、膨らむ。そうですよ。だからねおにぎりにするときも、炊きたてで握るよりもちょっと10分ぐらいこうやってほぐしてから10分ぐらい置いて、それから握るといいです、はい、OK です。これで、はい、いかがでしょう皆さん、コツ分かりましたこれでこれから今からおにぎりを握りたいと思っております。まずこのお椀に、こちら塩水なんですけど、もう塩が溶けきれないぐらいの濃い塩水ですね。飽和状態の塩水です。これを塗りつけるということですね。はい、はい、大丈夫です。ではご飯を取るときはこの指でほぐしながら取ってください。ガバッと掴んじゃうと、ご飯の粒と粒がもうギュッとくっついちゃうんで、はい、どうぞ取ってください。先生こうほぐしてほぐしてほぐしてね、はい、指でこうほぐしながらね、入れたものを今度またさらにほぐすんですよ、周りにね。ご飯のくっついてるところをこうほぐすようにして、平らにします、はい、ご飯粒とご飯粒の間隙間ができるような感じで、はいはい、わかりました、はい、これを今度端っこをグイグイッと押してください、はい、端っこだけですよ、はい、それを今度ちょっとこうひっくり返して、でまた端を押して、これをじゃあ取り出してみてください。これを取り出してみる、はい、はい、そしてこれをね、まんじゅう型にしましょう。ご飯を押さない、上から押さないように横だけ
ぐいっと押し込んでいくようにして、これでほら、ご飯の粒と粒の間隙間があるんですよ、はいはいはい、これねこうやってやるとちょっと透けて見えるぐらいな感じ、はい、はい、これでこれで出来上がり、はい、はい、どうもどうもありがとうございましたあったかいうちに食べるとボロボロ崩れちゃいますけど、うん、ご飯が冷めるとご飯の海苔が効いて粒と粒がちゃんとくっついてくれてるんで、うん、ちょうどいいその口の中のほぐれ加減になって、うん、食べてて崩れることはないですよ。あ、そうですか、はい、これぞ日本一のおにぎり、愛情込めて作ったおにぎりの超一品であります。めちゃくちゃ美味しいですよ。米が一粒ずつがこう自立してるっていうかさ、粒と粒との間に空気が入ってるっていうのが本当に握るんじゃないんですね、うん、これね、おむすびなんですよ。結ぶんだね、おにぎりじゃないのよ結んでるんだよ